皆さん、こんばんは。ついに大晦日、今日最後ですよね。最後の日。はい、皆さんどうでしたか、今年1年間。ね、まあ今年もまだまだコロナがね、こう収まる気配がなく、まあオミクロン株とかね、出てきてますけれども。まあ僕の方もね、コンサートがあんまり本当になくてですね、まあ今日もこうやって配信でねお届けしてますけれども、そうですね、この間ユニークベニューっていうですね、高岡市というね、富山県の高岡市というところでやっている、音楽会、月に2、3回やってるんですかね、そちらの方でマリンバ奏者の山本悦子さんとご一緒したのが、実は最初で最後というかね、今年最初で最後の公開演奏会みたいな感じだったんですよね。ということで、ね、本当にコンサートないし、来年はぜひ、ね、コンサートしたいなって思ってるんですけど、この間もね、クリスマスコンサート、恒例のクリスマスコンサートを配信でね、やりましたけれども、今日もう一回、やろうということで、ね、企画しました。ということで、しばらくお付き合いください。よろしくお願いします。さあ、次の曲はですね、シャイニングという曲をですね、お届けしていきたいなと思います。これはまあそうですね、ちょっともう冬ですけれども、これ逆に夏的な感じのイメージでね、作曲した曲ですね。まあシャイニングっていうくらいですからね、もう太陽の照りつけるような、そんなイメージでね、作った曲です。それでは、聴いてください。
イニング聞いていただきました。さて、まあ夏のイメージだったということで、今年の出来事といえばやっぱり皆さんね、1年延期された東京オリンピック・パラリンピックでしょうね。本当にメダルラッシュでしたもんね、50何個取りましたもんね。パラリンピックも52個とかでした。オリンピックもね、50何個でしたか、ちょっと忘れちゃったけど、はい、取りましたもんね。あれに本当になんかこう勇気づけられたというかね、元気もらいましたね。はい、ということでですね、僕は今年の夏、あれ夏だったと思うんですけれども、応援曲をですね、1曲書いたんですよね。勝機はここにっていう、ね、某大学の応援部から依頼がありまして、作りました。で、まあね、野球の応援で結構使うみたいな感じだったんで、まあちょっとね、まあ僕もプロ野球最近はあまりね、見なくなっちゃったんですけど、昔はよくもう毎日のようにね、見てました。巨人ファンで、はい。で、まあその時ね、こう応援してるのとかもね、聞こえてる、まあ、ね、ラッパーの音とかね、聞いてたんですけど、まあそういうイメージでちょっとね、作ってみました。ということで、今日はその曲をね、ちょっと演奏してみたいなと。ピアノで演奏したらどんな感じになるのかなって、ちょっと今日初めてなんで、自分でもちょっとワクワクしてますけれども。はい。それでは行ってみたいと思います。勝機はここに。勝機はここに、聞いていただきました。さて、次ね、人魚姫っていう曲をねお届けしていこうと思うんですけれども、これはね、8年半ぐらい前かな、夏、まあ初夏ぐらいに書いた曲だったと思うんですけれども、ちょっと絵本というか、童話か、その人魚姫の話からこうインスピレーションを起こして、まあ、作った曲っていう感じですね。まあなので、まあ海の中というか、もう海の底というかをイメージしてこう作った曲なんですよね。はい、じゃあ人魚姫いってみましょう。
き目お届けしました。さあさあさあ、次の曲はですね、これは6年ぐらい前に書いた曲かな。4曲続けて聴いていただきましょう。優しい前奏曲というタイトルの曲集で、その中からというか、波長長、変異長長、異長長、そして二長長ということになってますけどね、この皆さん、長、なんとか長長とかね、これキーってね、英語では言いますけれども、このね、ピアノの鍵盤って、ですね、ドからド、1オクターブ上のドまでの間に12個、ね、音があるんですよね。ドドドド、6、7、8、9、10、11、12。で、またドが戻ってくるっていう感じなんですけれども、まあ、その全ての、ね、12種類の音からドレミファソラシドが弾けちゃうんですよね。これまあ普通にドレミファソラシドですけども、レから始めたら、こうミから始めても、ファから始めても、っていう方にこう、ね、弾けちゃうんですね。これがどの音から始まるのかによって、ドの音から始まるところ、波長調って言うんですね。波、日本語で、波にほへといの波なんですけど、その波ですね、波長調。だからこれ、レから始まると、波、ニなんで、二長調っていうのがあってね、これが12種類ありますね。そして、単調っていう、これは長調って明るいキーなんですけど、単調っていうのもあってね、これは暗い感じ。ハ単調とかですね。ハニーから始まったら、でこれが二単調っていうことで、これもいやつまり全部、この12種類のがあるので、12たす12で全部で24の調、まあキーですねがある。っていうね、そういうことなんですね。で、この波長調とか変異調調とか異調調とか二調調っていうのは、そのどの音から始まった調調の曲なのかとか、そういうのをね、表しているということなんですね。はい。まあ、ちょっと分かりにくい説明だったかもしれないんですけども、まあちょっとね、豆知識ということで、はい。そんなことも意識しながらちょっと聞いてみてください。じゃあ、優しい前奏曲から4曲お届けします。
優しい前奏曲4曲聴いていただきました。さて、輝くみんなへという曲をね、お届けしていきたいなと思います。僕ね、今年100曲インターネットで、曲を発表するというね、公言してたんですよね。 Facebook の方だったと思いますけども、新しい年に入った2021年の、お正月かなぐらいに投稿したと思うんですけど、その目標をね、今日実現、このコンサートでやっと100曲に達するということになりました。なんとかギリギリセーフみたいな感じなんですけれども、はい。でこの輝くみんなへっていう曲もその中の、まあ、1曲ですね。でもこれはあれか、1回ね、僕が毎月やってるいい天気ショータイムっていうね、配信でこれもやってますけれども、ゲストを2組呼んで共演していくっていうね、イベントなんですけれども、そちらの方で確か1回演奏したような気がしますね。はい、これはちょっと今日のカウントというか、その100曲のカウントには入ってないんですけども、はい。富山市民ふれあい広場というイベントがありまして、富山市社会福祉協議会の企画で毎年ね行われてまして、今年で40回目という節目の年ということでね、40周年記念曲を書いてほしいという依頼がありましてね、書きました。僕ね、8年前かなぐらいから、このイベント毎回参加して演奏ステージ30分間ね演奏してるんですけれども、今年は、コロナの影響でイベント自体が延期になって、プラス、そのステージはなしということで、その代わりこう事前にね撮影した映像をこの大型ビジョン、イベント会場の大型ビジョンで流すという形で出演しました。はい。で、今回そのね40周年記念曲も書き下ろしまして、はい、輝くみんなへというね曲が出来上がりました。こちらのイベント、障害者のこう PR イベント的なね感じで、福祉施設とかが出展して、展示したり、するね、とか販売とかね、今年は販売はなかったんですかね、はい、ちょっと規模縮小されてましたけれども、そういった障害者も健常者もこうね共に歩んでいこうというような、そういう趣旨のイベントになっておりますので、それもだし、お年寄りから子どもまでこうみんな分け隔てなく、生活ね暮らしていきましょうというようなね、そういう、PR イベントなので、本当に誰しもがこう聴いて親しめるような曲でお願いしますっていうことで言われてたんですけど、はい、ちょっとそんな、曲に仕上がってるんじゃないかなと思います。それでは輝くみんなへ。
輝くみんなへ富山市民ふれあい広場40周年記念曲聴いていただきました。続いての曲は、大地の産声というデュエットっていう、まあね、もともと二世のために書いた、二世とは二つの声と書いて二世ですね。二人でハモって歌うための曲としてね、書いたんですよね。で、今回はそれをね、ピアノでちょっと表現していきたいなと思うんですけれども、デュエット、大地の産声、第三楽章ってなってるんですけれども、よくね、クラシックであります、一楽章、二楽章、三楽章とかってね、交響曲とか、ソナタとかでね、そういう楽章っていうのが出てきますけども、これは何のことかと言いますと、まあ、その曲が、まあ、一曲なんですけれども、その中で曲がいくつかあって、その一楽章っていうのが一曲あって、二楽章っていうのが一曲あって、三楽章っていうのが一曲あって、それが全部セットになって、例えばこの曲だと、デュエット、大地の産声っていう曲なんですよね。一曲として捉えるっていう考え方なんですね。まあ、交響曲ですとね、だから有名なところですとベートーベンの「第九」とかねありますけども、あれも4楽章制でできていまして、1楽章、2楽章、3楽章、4楽章で、あの有名な「ダダダディディダディダダダダディディダディ」っていうのは、あれはもう第4楽章のもうクライマックスとかの部分で出てくる曲なんですよね。なので、クラシックの曲で、そういう交響曲とかになるとめちゃくちゃ長いですね。これ豆知識として、ベートーベンのその第九をね、1枚のレコードに収めるために CD がその74分になった。今は80分とかもあります、ね、両方ありますけども、っていう話なんですよね。はい。ベートーベンの交響曲って今それまではその1枚のレコードに入らないからこう2枚とかになってたんですけども、それをねなんとか1枚に収めようということで、その74分っていうのがねできたっていう話を聞いたことがありますけれども、はい、第9番とかもねそうですけども、合唱の人って最後しか出てこないので、どうですかね、コンサートとかだったら、でも4楽章になったら出てくるとかじゃないですよね。多分最初からいるんですよね。まあ合唱なんかもそうですけども、例えばジャーンってやるシンバルとかあるじゃないですか。打楽器とかってなんかずっとやってないので、ここだっていうところしか出てこないんですけど、まあ最初から最後までいますよね。結構待ち時間だけがめちゃくちゃ長くて、だけどタイミング間違えたら大変だみたいなね、そういう話ですよね。はい、ちょっと話がずれてっちゃいましたけども、じゃあそういうことで、その組曲というかね、そのデュエットっていうのは第三楽章とこれになってますけども、三楽章制で書いてまして、一楽章、二楽章っていうのがあって、この三楽章が最終楽章っていう構成の曲の中で、今日は第三楽章だけをね聴いてもらおうかなと思っています。大地の産声ってことなんで、まあそうですね、なんだろうな、地球の鼓動というか、そういうものをねちょっとイメージして作ってみました。それでは聴いてください。Thank you.
デュエット大地の産声より第3楽章を聴いていただきました。次の曲いきましょう。サチのテーマ、なんじゃそりゃって感じですけれども、これ実はね、有沢香織さんという、小説とかね、ポエムとか書いてる方がいて、僕もね何度か共演してるんですけども、その彼女の君のためにっていう作品がありまして、これはですね、なんと僕がモデルになっているというね、はい、これインターネット上で読めるようになってるはずなので、はい、ちょっとね、よかったら君のためにで出てくるかな、ちょっとはい調べてみてもらえたらなと思います。どんな話かっていうと、まあその盲目のピアニストが出てきて、そのたまたまそこに何だろう出会うんですよね、あの女性とね、そう、同じ音大、その盲目のピアニストの同じ音大に通ってる男がいて、その男の彼女は、まあ、別の大学かなんかにいるんですけども、そのね、男が彼女をね連れて大学に来て、たまたまその盲目のピアノの学生と出会うみたいなね、がピアノ弾いてるところで出会ってみたいなね、それで最後盲目のピアニストの方に彼女がなびいてって好きですみたいな話になるっていう、なんかロマンチックなストーリーになってるんですけども、それの中小説ですね、短い小説なんですよ、読んで20分、朗読してね20分とか30分とかなんですけど、それに音楽をつけて朗読してやったことがあるんですよね。でその中でこの出てくる女性がサチっていう名前なんです。でそのサチのテーマ、サチさんのテーマ曲っていう形で書いた曲ですね。それではサチのテーマ。
さっきのテーマ聞いていただきました。さあ、だんだんコンサートも終盤戦になってきましたね。次は希望の架け橋という曲をお届けしたいと思います。この曲は、まあ、よく演奏してるんですけどね、東日本大震災が一つのちょっとなんていうかな、この曲を発信していく、きっかけになってます。で、ですね、ミュージックビデオがね、YouTube の方で出てますんで、この概要欄の方にね、貼り付けておこうと思うんですけれども、2014年に宮城と、岩手ですね、もう旅したんですよね。カメラ撮ってくれるスタッフと一緒に旅しました。で、まあ、その、震災のあった地域、被害が大きかった海岸線のね、地域をこう、旅をしながら2泊3日ですかね。まあでも朝早くっていうか夜中出発して夜中に帰ってきたみたいな感じなんで、もう本当丸々3日間ずっとね、旅してきたって感じなんですけどね。まあね、南三陸防災庁舎ですかね。なんか最後までこう、避難の、こうし、放送ですか。なんかを知ってて最終的に津波に飲み込まれちゃったっていうとこですかね、とかも言ったりしてね、花束がすごい花がね手向けられていて、そこでね、まあ子供たちがこうキャッキャって、遊んでたりしてね、なんとも言えないこう複雑なこう気持ちですよね。3年っていうと3年だったんですよね。だから東日本大震災から3年の年ですね、行ったんですけど、まあね、本当に復興全然まだ遠いって、 今でもまだね復興中ですけど、まあ、3年経った頃ってだった頃はまだ全然復興もしてなくて、ね、奇跡の一本松でね、松の木が一本残ったところも行ってきたんですけども、本当にねトラックばっかりしか走ってなくてみたいな感じでしたよね。で、まあそこを旅してこういろんな人の話聞いたりとかねしながら、まあ僕は音楽をやっていて何かできることはないかなと考えたんですね。で、まあ そんなにね大それたことはできなくても、まあ曲でねこういろんな人に希望を、ね、与えていくことができるかもしれないなと思いまして、でその希望の架け橋というこの曲を、ね、発信していこうというふうに決めました。でその時 その撮ってきた写真ですね、まあ、使って、ミュージックビデオが、ね、今 YouTube の方に、ね、上がってます。で、まあ、それは震災、東日本大震災という一つ の、災害だったんですけれども、まあ、そうじゃなくてもこういろんなところで今はまさにコロナでいろんなね大変な思いしてる人たちね、まあ僕らもコンサートないとかねそういうこともありますし、まあいろんなね大変な思いしてる人ってこう近くにもいろいろいて、で、まあそのね震災とか災害とかね、そういうのじゃなくても、まあね悩んでる人とかねいると思う、いると思うっていうかね、まあ何かしらあるありますよね、人間だったらやっぱり。そういう時にこの曲を聴いて、まあよし明日からもう一丁頑張ろうかっていうね気持ちになってくれたら嬉しいなと思っていつも演奏しています。それでは希望の架け橋。Thank you.
希望の架け橋をお届けしました。さあ次2曲続けて聴いてもらおうかと思うんですけどね、実はタイトルないんですよっていうね、現象っていうか状況になってますけれども、この後ね演奏するんですけど、未来への約束っていうね曲もありますけど、あれも実は最初タイトルがなくて募集してつけてもらったっていう経緯がありますから、この曲もねちょっと2曲あるんですけども、皆さんからタイトル募集しちゃおうかなと思います。はい、でね、どんな曲かっていうのは聞いてもらった方が早いですけどね。はい、1曲目はファゴットっていう楽器がちょっと中心になってる楽器の曲で、ちょっとなんかねそんな感じの曲、どっちもちょっとスローな感じの曲ですね。で2曲目が、オーボエっていう楽器と、ホルンっていう楽器がこうメインのテーマを演奏していく曲になってます。さあじゃあ聴いてみて、皆さんどんなイメージ、どんな曲名がいいのかなっていうのをちょっと考えながら聴いてみてもらえますかね。さあじゃあ行ってみましょう。
七種の曲2曲聴いてもらったんですけど、どうでしょうか？イメージ湧きましたかね？ということで、皆さんから、この曲2曲の曲名を募集しております。宛先はですね、info@otome.com、info@otome.com、こちらの概要欄の方に貼り付けて、おきます。曲名、何にしましょうか。大晦日曲名応募みたいなことにしましょうか。大晦日曲名応募の件名で、それぞれの1曲目何々、2曲目何々って書いて、あと投稿者ペンネームですね、を添えて、こちらの事務局の方までお寄せください。何かしらのね、商品をね、出していきたいなと思っています。選ばれた方、1名の方選ばせていただいて、その商品をお送りしたいなと思っております。事務局の方からお送りします。いつまで募集しようかなと。実はね、くまちゃんの 名前も募集してるんですよね。これはこの間のいい天気ショータイムだったかなか何かで、募集し始めたんですけど、それがね、5月1日締め切りにしようっていう今話になっているので、この曲名の方もね、同じく5月1日、2022年の5月1日ですね、に、締め切りとさせていただきたいなと思っております。皆さんからの応募お待ちしております。さあ、続いての曲は「ラブ」ですね。その前にね、今の2曲で、そうなんですよ、達成しちゃったんですね、今回100曲ね、年間100曲、音楽を発表する目標、達成しました。イエーイ。これもですね、皆さんがね、こうね、音楽を聴いてくれるおかげでもありますけれどもね、これからもね、どんどん曲ね、作ってね、発表していきたいなと思っているので、たくさんね、聴いていただければ嬉しいなと思います。ということで、次、ラブね、これ演奏するんですけれども、先月じゃない、先日発売した、配信限定のね、アルバム、彼方へというね、アルバムの中に入ってます。僕としては、一押しの曲なんですよね、これ、ラブ。実は、絵心っていうファーストシングルにも入ってるんですけども、全くバージョンが違いまして、こちらはですね、本当に、なんだろうな、僕はアフリカの大自然っていうイメージなんですよね。結構なんだろうな、NHK のなんか気候番組とかなんか、そんなので、なんかありそうだなとは、なんかね、この間誰か言ってたんですけど、ね、そういうところで使ってもらえたらいいななんて思いますけど。行ってみましょう、ラブ。
ラブお届けしました。さあ次の曲は先ほども出てましたね、未来への約束。これね、去年のバレンタインデーに公開、曲を公開して、曲名を募集したら40件ぐらいに集まって、その中からね、富山市の赤祖父瑞穂さんっていう方が、名付けてくれた未来への約束を選びました。うん、ちょうどコロナがね来始めた頃だったので、まあそういう意味でもいいタイトルだなっていう感じでしたよね。でその後、ボーカルと歌詞もね募集してみようかなっていう話になって、で今そのボーカルが歌ったバージョンね、作詞は秋田県の工藤真由紀さんっていう方のね作品を選びまして、通常版の方を、神田ニコリさんですね、富山市の神田ニコリさん、そしてクラシックバージョンっていうのも作ってね、小矢部市の谷口琴音さんっていうソプラの歌手がね歌ってるんですけれども、それはリリースしておりますね、シングルとしてリリース、各、通常版クラシック版リリースしてますし、あとこのね今回演奏するピアノバージョンの元のね、あのピアノバージョンの方も、そのクリスマスにリリースした彼方へというアルバムの中に入っています。はいね、ということで、なんかこれインターネットを通じてこうね人の輪が広がった、僕のね人の輪がね広がったっていう企画だったんですよね。だからなんかまあコロナは結構ねコンサートが中止になったりとかね、すごいねもう正直ね収入もなくなっちゃったりとかね、結構きついなって思ってることもあるんですけど、まあそういう、なんていうかな、インターネット活用がどんどん広まって、まあ自分もね、それに乗っかって、こういろいろ企画やっていくとね、こう、新しい輪が逆に広がったりしてね、まあ悪いことばっかりじゃなかったかなっていうふうに思ってます。はい。じゃあ皆さんの未来はどんな未来でしょう。行きましょう。未来への約束。未来への約束をお届けしました。さあいよいよ次で最後の曲になりますね。僕も今年これで引き納めということですね。はい、ね、今年1年ね、いい天気ショータイムとかね、まあコンサート、この間クリスマスコンサートもありましたし、いろいろミュージックビデオとかもね配信でやってきましたけれどもね、100曲なんとか達成できました。そしてね
いつも聞いてくださってる皆さん、そして、まあ、新たにね、聞いてくださってる皆さん、どうもありがとうございます。来年もですね、どんどん音楽をね、発信していって、いきたいなと思ってるので、ぜひね、発信してもね、聞いてくださる方がいらっしゃらないと、やっぱりね、なんか発信してる意味がないなっていうふうに思うので、もう本当皆さんの存在っていうのはね、すごく、こう、重要というかね、本当に聞いてくださる方のおかげで、まあ、僕のこの音楽が生きてくるっていうね、ことなので、またね、ぜひ来年もたくさん聞いていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さあ、最後、H30 っていうね、曲で終わりにしたいなと思います。これはね、2018年に作った曲で、まあ、ゴールドコンサートっていうね、障害者の国内外からね、集まって、10組ぐらいがね、最終本戦ですね、に残って、実際にホールで、あれは国際フォーラムですね、東京のね、の方であるんですけれども、そこに参加しまして、まあ、楽曲賞をいただいた曲になります。僕のね、H30 っていうミニアルバムの方にも収録されてますね。はい、もう新しい時代の幕開けっていうようなね、まあ、H30 というのは平成30年に作ったからそのまんまのタイトルなんですけれども、はい、じゃあ皆さん良いお年を。